ラッフルズホテルはアジアにおける植民地様式建築物のアイコン的存在植民地様式または英語などでコロニアルとは世界の主要国が植民地または占領地に古国の建築様式またはインテリアスタイルを残した様式を指す英語などでのコロニアルは植民地を示す英語のコロニーまたはスペイン語のコロニアの形容詞型で 植民地のという意味の言葉である。植民地様式は主に建築様式として使われるが、他を指す場合もある。インテリアの分野で、コロニアルといえば、アメリカ合衆国が、イギリスなどの植民地であった時代の建築や家具の形式を指す。ヨーロッパのデザインを真似た中にも、シンプルさや機能性を求めている。アーリー・アメリカンと言われることもある。 アメリカ合衆国は独立以前にも独立後も、主にオランダ、イギリス、フランス、スペインなどからの移民が来ており、以下に述べる各国の建築様式が行われて、総じてアメリカ植民地様式、アメリカ植民地リバイバル様式と呼ばれる。アメリカ合衆国が占領地に建設したアメリカ式建築のことではない。コロラド州にある山岳地帯の建築様式の屋根を、 コロニアル様式と呼ぶ。特徴といえば、屋根に風車があり、山岳地帯で採れた穀物を細かく砕き粉にする。そうして作られた土地のお菓子が子供たちの間では人気となり、オレンジ色のシロップがとっても色鮮やかな素朴なお菓子として多くの人に親しまれた。作られたお菓子の形がその地方の瓦の形に似ていたことからコロニーなどと呼ばれたらしい。 山岳地帯独特の形をした瓦はマルクロールのような形をして折り風の強さにも負けない作りとなっていた。アジアの各地においてコロニアルというと主にヨーロッパからの観光客に向けたリゾート地の形態を指すことが多い。競技にはイギリス統治時代に栄えた建築様式を指す場合がある。日本は植民地になったことはないが幕末、明治初期に 外国人が建設した住宅の一タイプをコロニアル様式とも呼ぶ。クラバー亭など周囲にベランダを回らせた西洋館が典型的なもので、もともとアジアの植民地で強い日差しを避け、通風を良くするために用いられた形式が起源と言われる。イギリス植民地様式は北米、中米、アフリカ、アジア、オセアニアの国々に、 イギリスが建設した植民地に使われた。ジョージアンアーキテクチャーなどの各時代を反映した植民地、ジョージアンアーキテクチャーなどの用語が使われる。オランダ植民地様式は北米、中米の植民地で行われ、特にインドネシアで目立っている。スペイン植民地様式、スペイン植民地リバイバル建築は北米、中南米。 アフリカのスペインの植民地で実施された。日本も20世紀に入って、列強国の仲間入りをして、アジア諸国に植民地、占領地を作ったので、日本植民地様式を指摘する人々も出ている。日本の伝統的、または近年学んだ、欧米の建築様式で、場合によっては各地の様式も入れて、朝鮮総督府、台湾の台湾総統府、 中国の大連中山広場近代建築群八体部などを建設した。フランス植民地様式は北米、アフリカ、北米、中米、アジアではインドシナで目立っている。ポルトガル植民地様式は南米、アフリカの植民地で目立っている。イタリア植民地様式を指摘する人々もいる。ありがとうございます。